中世ヨーロッパの地図ストゥディウム・ゲネラーレとは中世の大学の故障であり、新生ローマ帝国が国際的な高等教育機関として認定したものである。初期のスティディウム・ゲネラーレは主にイタリア、フランス、イングランド、スペイン、ポルトガルで設立され、それらは当時のヨーロッパにおいて巧妙な学びの場と考えられていた。その栄誉の世間的な重要性は何百年もの。 年月を経て低下しているが、バチカンは数多くの新設大学をステゥディウム・ゲネラーレに指定し続けている。早くも13世紀には、ステゥディウム・ゲネラーレを卒業した学者は、ヨーロッパ各地の他の教育機関で講義を行い、また書物や資料を共有することが、よしとされた。この精神が現在でも、ヨーロッパの各大学の文化の土台となっている。十三世紀当時に、 ステュディウム・ゲネラーレとみなされていたのは以下の旧大学である。進学を学ぶ大学と世俗の学問の大学のいずれもがステュディウム・ゲネラーレとして認定された。大学の数は上記の旧大学から急速にヨーロッパ各地で増えていった。13世紀末までにこれらの大学の多くは後発の初大学軍と並んで強行直所によって ストゥディウム・ゲネラーレであるという正式な認定を受けた。それらの直所は当初、ボローニャ大学やパリ大学という特定の大学に特権を授与したに過ぎなかったが、13世紀末までには試験を受けることなくすべての大学で講義を行うことができる免状を授与する特権を認める強行直所を要求するようになった。今日のヨーロッパの大学という文脈においては、 スティディウム・ゲネラーレという語は、第一に、学生や一般人のための学問的基礎を提供することを目的とする講義やセミナーなどの活動を指して使われる。これは、大学というか、記念を超えてより幅広く教育活動を行おうとする伝統的大学の人文主義の考えと同根である。ストゥディウム・パルティクラーレは、全ヨーロッパの人材を対象としたストゥディウム・ゲネラーレに対して、 大学周辺の局所的な地域に重点を置く、大学を指す。ありがとうございます。